皆さんこんにちは。レク専任講師の佐々木博美です。本試験日程発表に伴いまして、一言私の方からもメッセージさせていただきます。いきなり直前期というところに突入してしまったわけですが、ただですね、感覚的にはもうあのね、通常スケジュールでいうと4月の頭ということで、ラスト3ヶ月弱というところになりますが、ただあのもう皆さんはあのファイナルだとかの通常であれば直前期4月5月6月で問題演習しながらブラッシュアップしていきましょうというスケジュールなんですが、ただもう実際ファイナルと公開模試2回分に関しては受講されているはずなので、ですからあの通常の感覚よりはまだまだ私個人的には約1ヶ月ぐらいはインプットし直す時期がありますよというところで、あのここから先もうぐるぐる問題演習ばっかりしなきゃいけないという時期でもないので、ぜひですね、まだまだ苦手分野があるという方は、特にこっから1ヶ月で集中的に例えば組織再編を潰すだったりとか、ね、寝て刀剣苦手という方であれば、この1ヶ月でもう1回インプットのし直し、これを行ってみていただきたいかなと思います。そしてまた、ね、まだスーパー公開模試もありますので、あのね、最終的には9月27日の合格、そこにピークを持ってくるべく頑張るんですが、ただまず、9月27日ピークだとちょっと遠すぎて、あのね、なかなかうまく計画いかないと思いますので、スーパー公開模試の1回目、ここに標準を合わせて、で、そこまでに知識を上げていく、でそこから先はぐるぐる問題演習最後の仕上げで上げていくというスタンスで取り組んでみるといいんじゃないかなと思います。ぜひですね、ここからテンション崩すことなく、ラストスパート、突っ走っていただきたいかなと思います。くれぐれも体調には気をつけて頑張ってください。ファイト。